ゲオルクは、ブラウニシュバイク・リューネブルク公の一人で、カレンベルク公、リューネブルク公ビルヘルムと、ヒ・ドロテアの五男。エルンスト二世、クリスティアン・アウグスト一世、フリードリヒ四世の弟。1591年から1596年まで、イエーナ大学で学び、オランダ総督、マウリッツの下で従軍後は30年戦争で、軍勢を率いて転戦していた。 1635年にブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク家の所領の分割で、ゲオルクはカレンベルク公領とゲッティングン公領を与えられた。翌1636年に住まいをハノーファーへ移し、カレンベルク公領の首都とすることを宣伝した。1637年からライネ川沿いの土地ライネ、宮殿建設を始めたが、1640年にヒルデスハイムに移り、 翌1641年に死去、長男のクリスティアン・ルートビヒが後を継いだ。1617年にヘッセンダルムシタット砲白、ルートビヒ5世の娘、アンナエレオノーレと結婚した。生まれたこのうち成人に達したのは5人である。ありがとうございます。